Gnostic website writes about Walt Disney as follows. Not many people are aware that Disney was a member of the secret occult group Gnosis and Alchemy, known as the Ancient Mystical Order Rosae Crucis, aka the Rosicrucians. グノーシスサイトはウォルト・ディズニーについて次のように書いています。ウォルト・ディズニーがグノーシスとアルケミー、つまり古代神秘主義集団ロザエ・クルーシス aka ロジクルーシアンと呼ばれるカルト教団と知られている団体の隠れ信者であったということはあまり知られていない。And he was said to have completed all the teachings of the order. With this secret knowledge, Walt Disney created one of the most popular theme parks and film studios in all the world. ディズニーはその競技を完璧に完成させたと言われている。つまりその知識を持ってウォルト・ディズニーは世界中にあのテーマパークを作り上げ、映画会社を作り上げた。 A business that was primarily based on the magic he learned from the teachings of the occult. Many of these occult myths and dramas are played out in Disney filmsSuch as Alice in Wonderland, Cinderella, Sword in the Stone, and even the modern masterpieces such as Brave, Frozen, and Maleficent. ディズニーのあの魔法がかった映画は基本的にはそのオカルト教団の教えから学んだ魔法に基礎を置いている。そしてそのオカルト神話は不思議な国のアリス、シンデレラ、王者の剣、さらには最近の作品としてはブレイブ、マレフィセント、オーロラ姫などにも反映されている。A magical formula he used to captivate and influence people from all around the world is still used to this very day.Like the Rosicrucians, the Freemasons are the secret keepers of Gnosticism and Alchemy. ディズニーが用いたこの魔法方式は今日まで世界中の人たちの心を捉え影響を与えている。ロシクルーシアンのようにフリーメイソンはグノーシス主義の秘密結社ということになっている。 The Masons would primarily be the branch dedicated to materiality in which the order attracts those brethren who seek to network and move to the top ranks of society, while the Rosicrucians attracts the more spiritualistic type peopleWhose main goals are advancing their spirituality. 言うまでもなく、メイソンは基本的には物質主義を信奉する団体であり、その中で社会のトップ集団でのネットワークの形成を目論みながら、その一方で神秘主義的な人たちをも魅了し、そしてその目的は彼らの精神性の発展にあると。でそのグノーシス主義についてウィキペディア百科事典は次のように書いています。
グノーシス主義またはグノーシスというのは、1世紀に生まれ3世紀から4世紀にかけて地中海世界で勢力を持った古代の宗教思想の一つである。物質と霊の二元論に特徴がある。普通名詞としてのグノーシスは古代ギリシャ語で認識・知識を意味する言葉であり、グノーシス主義は自己の本質と真の神についての認識に到達することを求める思想傾向を有する。またグノーシス主義は地中海世界を中心とするもの以外にイランやメソポタミアに本部を置くものがあり、ヘレニズムによる東西文化の異教シンクレティシズムの中から生まれてきたものと伝えられている。代表的なグノーシス主義宗教はマニ教であるが、マニ教の場合は紀元15世紀まで中国で存続したことが確認されていると。以上がウォルト・ディズニーの基本的姿勢であったということになります。で、この動画の中ではガイダンスとして4本の作品を紹介しています。それらの4本の作品についてはこのシリーズの中で皆さんに紹介しますが、要するに現実主義、物質主義とそして神秘主義の融合がウォルト・ディズニーの作品であったということになります。で、結論ということになります。私たちは私たちの社会で世界で知らないうちに何かの宗教を信じているということになります。私は無神論者だと言いながらも結局はその宗教の中に取り込まれているということになるのではないでしょうか。それが良いとか悪いとかそういうことを言っているのではありません。宗教というのはもともとそういうものであるということではないでしょうか。ウォルト・ディズニーという芸術家は一体人間にとって何であったのか、今一度皆さんと一緒に考えてみたいと思います。そしてそのウォルト・ディズニーがですね、グノーシス主義者あるいはグノーシス宗教の信者であったという証拠の写真をここに紹介しておきます。Bye for now. Off the maps. Who keeps the Martians under wraps? We do, we do. Who holds back the electric car? Who makes Steve Gutenberg a star? We do, we do. Who robs hate fish of their sight? Who rigs every Oscar night? We do.